我慢しようかなと思ったんだよ。とりあえず怖え。よいしょ。それもあってですね、陶芸の余裕が全然さっきなかったもんで、私とりあえずもう降ります。口なんか乾燥しちゃって、口開けっぱにしてたからさっきから、はあ、人が少なくてよかった。今日少ない時間ゼロでよかった。とりあえず帰ろう。何やと思われ帰る。ほんとこういう時さ、ためらいなくあれって気になってさ、ほんと登山のおかげだなって思う時あるね、うん、もう昔だったら絶対無理だった私。あとね、さっき変な話なんだけど、ちょっとたまに振動来る時あったじゃん、ボコボコって、うん、まあ、あれがすでにもうやばくて NG だった。余裕 0% だった。おっとっと、ちょっと待ってね。とりあえず一般道行ってたい。あー雨も止んできた、よかった。あーさっきまで怖かったな、うん、あとはもう一回ちょっと明るい時間帯とか見たりとか、明るい場所でもう一回見直したいけど。何を？で車。あー、まあ、あのボディは大丈夫、裏がちょっとね。そう、裏がちょっとやらかしてると思うんだよね、傷。しょうがない、まあこの、まあ、裏吸ってるぐらいだと思うけどね、うん、と思いたいけど、うん、そんなにこの車車高低いわけでもないし、ないしってわけないから、ただ雷がやばい。まあ、でもあれ以上走んなくてよかった、まあ、いい意味でも悪い意味でも大雨降っててよかったのかもしれない。しかしマジ視界悪くて怖かったな。でタイヤももちろん左の方だと思うんだけど、うん、特に問題なかった。なるほど。多分あれだろうね、木を踏んでガゴって滑った感じ。あの2回目のパーンってやつでしょ。そうそうそう、多分あれ木だと思う。あれ同じ音しさ、あの後にもしたじゃん、うん、パーンって。なんだ、もうちょっと頑張ればここがあった。 P どこなんだろう、よくわかんない。右側にあるはず、あのチェーンつけれる駐車場。見通しめっちゃ良くなった。そうだね、下界に降りたからかな。泣き出してもった。僕の震えも収まったね。なんか雷だったんだな、やっぱ。あ、あるそこの左に、あ、右に。あ、これか。これ、ここ。あ、じゃあこの中で、ここから入って。カメラがやばい。ブレーキパッドがシュン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 。八坂インターチェンジ、あれ18キロもあんの。うわ。そうでしょ。今見て、あ、うん？ってなった。8キロとかと思ったら違った。一応多かった。とりあえずガソリン入れてえな。でもあるんじゃないかな、道中18キロの間に。でもセルフで入れたらめんどくさいから、あるとは思うんだけど、ただやってんのかなって不安が。そう、田舎だからさ、言うてもここも意外と。そうなんですよ。宇都宮とかあっちだったらあるかなと思うんだけど、なんかこの辺ちょっと不安あるよね、山奥とかって。閉まってんの早いし。あーでもちょっとよかった、雨が落ち着いただけよかった。今のラオワンって何で歌ってんの？ああ1時まで落ち着いたらしてるラーメンってやるさ。うん、12時までだったよ。とりあえずガリソン、大ガリソン。大雨ならまだですよ。そこにカッコつけて山の上に上がっちゃってたからさ、急に霧発生するから、それが一番怖かった。まあね、何も見えねえした。前が見えないっていうか、下に何か落ちても見えなかったのが怖くて、あのさっきのでっかい石みたいなものが落ちてても気づけないのが嫌だなとかさ。なんとか温泉、今日ほんと究極のドライブに来ただけになっちまったけど、それもまた楽しいから。ありがとう。ちょっと怖かったけど、雨が。俺死ぬかと思った。冗談抜き。途中で道間違えたところがちゃんと分かった。どこ？山道。
あ、まっすぐ行きそうになったやつ、うん、あれが一番大事です。なんか登山道みたいになってたからまだ良かったけど、ね、危ねえと思って。確かにあの視界だと間違ったらあそこに誘導されてるように見えて入っちゃいそうなのわからんでもないと思った。こういう状態で行ってれば多分間違いなく見落とすことは絶対ないんだけど、まあね、怖いね雨ってね。やっぱだから雨の日の登山って危険っていうもんね。安心感がすげえ。
赤木っぽい道が。